アレン・アイバーソンとコンビを組んだ選手といえば、個人的にはスタックハウスの印象が強いですが、当然カーメロも出てきますよね。これまた面白いことに、当時の NBA を代表するトップレベルの点取り屋同士です。スタックハウスとは違い、カーメロはフォワードなので、なんとなくうまくいくとは思ったものの、2年程度であっけなく解散です。2023年の3月時点で、まだカーメロは引退はしていませんが、今や38歳の大ベテランになり、現在どこの NBA チームからも声がかかっておらず、そろそろ引退も見えてきたメロことカーメロ・アンソニー。彼のファーストシグネチャーモデルであるメロ 1.5 を語りたいと思います。遡ること2003年の NBA ドラフト。 NBA ファンには言わずと知れたことですが、1984年と1996年には劣るものの、レブロンが1位指名され、カーメロは3位指名、ウェイドが5位指名といった NBA で歴代3番目の当たり年と呼ばれている年代です。カーメロはレブロンと若い頃は何かとライバル扱いされていましたが、残念ながら NBA キャリアの後半以降は大きく明暗が分かれてしまったことは言うまでもありません。ただ今やシラキュース大学出身といえば筆頭に上がる選手ですし、ナゲッツやニックス時代は勝てるチームではなかったもののチームの中心選手となり、ジェイソン・キッドが現役最後のシーズンに在籍していた2013年のニックス時代には得点王も取っています。さらに現在の通算得点数は 28,289 点で、あのシャックの次の9位に位置しているほどで、若い頃にスコアリングマシンとして十分すぎるほど存在感を残しているので、将来的に殿堂入りも確実と言えます。ちなみにアイバーソンは NBA での現役期間がそこまで長くなかったこともあり、歴代得点数は26位止まりです。個人的にカーメロのどこが好きかというと、何よりまずそのシュートフォームにつきます。もちろんおなじみのワンオンワンでのジャブステップも好きですが、これはチームのエースとしてある程度好き勝手できる環境でないとなかなか見れないので、ここ最近はあまり見ることはできなくなっていました。とはいえブレイザーズでのスタイルのようにシューターに徹するカーメロもとても好きで、2020-21 シーズンのスリーポイント成功率は7年ぶりに4割を超え、見ていてとても安心感がありました。個人的にはブレイザーズでもう2年ほど続けて引退というのが気持ちよかったんですけどね。2018年にわずか10試合出場しただけでロケッツから放り出された後、しばらくどこからも声がかからない間、 NBA にカムバックするためにひたすらシュート練習をしてたカーメロの動画が忘れられず、ブレイザーズと契約が決まった時は床どつきながら喜んだもんです。そんな2000年以降にデビューした選手の中では個人的に好きなベスト10に入るカーメロ・アンソニーですが、ルーキーシーズンからジョーダン・ブランドと契約し、1年目は様々なジョーダンシリーズのバッシュを履いていたのですが、2年目からは早速シグネチャーモデルを用意されるという期待の大きさが現れています。現在はどうなってるか分かりませんが、90年代から2000年代前半の頃までのジョーダン・ブランドとの契約はジョーダン自身のお墨付きがなければできなかったので、非常に狭き門でした。ビン・ベイカーはどうなのかって話は置いておきましょう。しかも今回取り上げるメロ 1.5 のように
選手の名前が冠された完全なるシグネチャーモデルというものはレイアレンでも用意されておらず、ジョーダンブランドではジョーダン以外で初めて製作されたものです。その後カーメロのシグネチャーシリーズは13作まで継続されることになり、シグネチャーが続いた選手としても当然歴代で上位に入りますが、あくまで個人的な意見としてですが、アイバーソンと同様に10作以上出ているにもかかわらず好きなモデルは3つしかなく、これまた寂しい展開になっていると言わざるを得ません。10作目にはティンカー・ハットフィールド氏が初めてデザインを担いましたが、正直個人的には好みではなく、メロ 1.5 以外に好きなモデルは M3 と M4 だけです。なのでアイバーソンと同じく好きなものは初期に固まっていますね。ちなみにカーメロ自身がインタビューで M3 のデザインの 90% は自分だったと語っていますが、どことなくジョーダン12に似てますよね。私は基本的にパフォーマンス用ではシンプルなモデルより癖のあるものを好みますが、 M3 は非常にシンプルですが好みで、今改めて見るとカラーリング次第では私でもタウンユースできそうです。カーメロのシグネチャーモデル全てのデザインに関して、他の多くのシグネチャーよりもデザインに一貫性があるように感じ、デザイナーが変わった後も同じエッセンスを引き継いでるように思います。得点王を取った2012-13シーズンに履いた M9 や M10 あたりは当時若干シリーズの人気を盛り返したようにも感じましたが、気のせいだったかもしれません。ちなみにカーメロは M9 をシーズンを通しては履いておらず、途中で前作の M8 に戻していたことも有名です。履き心地が気に食わなかったのか、デザインが微妙だったのか分かりませんが、どちらにせよ途中段階で確認はしなかったものなのかとは思いますけども。またここ数年でウエストブルック、ルカ、ザイオンとウェイド以来となるジョーダンブランドのシグネチャーが登場してきていますが、これらのシリーズでそれぞれにガチファンが定着することで、パフォーマンス用のジョーダンブランドバッシュが今後面白くなってくると思いますね。ジョーダンシリーズのメインのナンバリングに関しては、特に20番台は好みがモデルごとに大きく分かれるかと思いますが、プレイ用ではかなり需要が減っていたかと思います。シリーズが昔のように履かれることが増えてきたのは13あたりからというイメージがあります。あくまで明確な根拠はありませんが、個人的に言うと33以降は初期の頃のように毎年欲しいと思えるデザインに回帰していますし、最近のジョーダンブランドはとても魅力的なものが多いです。メロ 1.5 は2004年にリリースされたモデルで、ジョーダン1とジョーダン2のデザイン要素を組み合わせたモデルなので、その中間の 1.5 と名付けられています。ただオリジナル当時はカーメロ 1.5 というモデル名でリリースされています。このモデルは世界的に見てカーメロのシグネチャーの中でダントツ人気なのは間違いなく、そんなこともあり過去に復刻された唯一のモデルでもあります。ブランド問わずシグネチャーバッシュは2作目が人気になりがちですが、ファーストモデルがズバ抜けて人気だったのは意外にもあまり思いつかず、その中でも代表格と言えるのが前回取り上げたアイバーソンのクエスチョンとこのメロ 1.5 だと思います。当時所属していたデンバーナゲッツのチームカラーだった白と水色のツートーンになっていますが、私の中でこの配色だから惹かれたというのは非常に大きいかと思います。ご存知の通りこの配色はノースカロライナ大学のチームカラーでもあることから、
上段のシグネチャーではもはやおなじみでしたが、ナイキ含め他のモデルではそこまで見ない配色だったから新鮮だったのかもしれません。一見ウィメンズカラーにも思える配色ですしね。私の中でこれに関連した話として、それまで全くかっこよくないと思っていたエアジョーダン2ですが、2004年にナゲッツカラーをまとったジョーダン2が登場します。この時に初めてありかもと思ったほどカラーリングだけで印象が大きく変わりました。とはいえ現在でも初期のジョーダンシリーズの中ではドアマットに位置したままですが、エアジョーダン9とは違い、この2004年を境にダサくから抜け出すことになったモデルでもあります。メロ 1.5 のデザインを担当したのは当時ジョーダンブランドのデザイナーであったデウェイン・エドワーズ氏です。メロのシグネチャーは確か5作目の M5 まで手がけていたはずです。昔からのジョーダンブランドのバッシュ好きには比較的有名な方ですが、一般的にあまり知られていないので、エドワーズ氏の一風変わった経歴を少し紹介したいと思います。もともと絵を描くことは好きで、中学生になると特にシューズばかりを描いていた少年だったらしく、その頃にすでにシューガイと呼ばれていたほどでした。そして17歳の時リーボックのコンペで優勝したそうですが、若すぎて採用されなかったというまさかの悲劇を経験しています。しかしこの時にデザイナーとして十分に通用すると知ることができたと語っています。その後美術学校などには通わず、縁あって1989年に19歳という若さで LA ギアのフットウェアデザイナーになります。あくまでアシスタントではなくメインデザイナーの一角ということです。もちろん当時ではこの年齢は業界最年少でした。現在でもそうかもしれません。そして23歳で LA ギアのフットウェアデザインの責任者にまでなり、1992年に退社。その後小さなフットウェア会社で働きながら、94年からはカール・カナイのフットウェアのリードデザイナーになるという、若い頃から人生をシューズデザインに全投入している人物なのです。エドワーズ氏は LA ギアを退社してからは基本的にシューズはナイキしか履かなかったそうなのですが、親友を介した紹介でナイキからオファーをもらい ACG 部門で働くようになります。そこからしばらくしてジョーダンブランドに移るわけですが、カーメロのシグネチャーだけではなくジョーダン21と22もデザインしています。ちなみに私はジョーダンシリーズの20番台の中だと唯一好きなモデルが22なので、エドワーズ氏のデザインの方向性が結構好みなんだと思います。2010年頃にはナイキを離れてフットウェアデザインに特化したアカデミーを設立し、現在はもっぱら教育者というフットウェア業界ではとても有名な人なのです。お分かりいただけたでしょうか。カーメロのシグネチャーは自らの名前を冠したモデルということもあり、メロ専用のロゴもでき、モデルを重ねるごとに変化していきます。これらはどこまでがエドワーズ氏のデザインかは不明です。この3作目の M3 から出てきた一番象徴的ともいえる M のマークに関しては、カーメロの腕に入ったタトゥーが先かどうかも不明です。ジョーダン1と2の要素からできてるだけあり、極めてシンプルなアッパーデザインですが、アンクルスタビライザーという当時でもクラシックといえる機能を持ちつつも、一体形になった独特なヒールパーツにより未来感を感じる佇まいで、一昔前のバスケットシューズとして見て
本当にかっこいいなと思います。アッパーがシンプルなため、ブラックがメインのモデルもとても魅力的に思います。ちなみにステフォン・マーブリーが立ち上げた自らのブランドスターブリーのスターブリー1のデザインはメロ 1.5 を参考にしていると思われます。メロ 1.5 はまさかのローカットも後に出てきますが、当然ローカットになるとこの特徴的なアンクルパーツが削がれるので、もはやウォーキングシューズやゴルフシューズにしか見えなくなります。とてもダサいです。ヒールからアンクル部分を覆うこの特徴的な素材はポリウレタンの一種で、見た目ほど硬くはありませんが、履くとヒール周りがガチッとホールドされる感覚なので、履き心地に関しては好みが分かれるでしょう。また当時としてもその淡白な見た目に反して重量はやや重めだったため、どういったプレイヤー向けなのかというのが分かりにくいというのもありました。全体的に丸みのあるシルエットですが、ジョーダンシリーズの割にはワイズはそこまできつくなく、幅広の足の人にも優しい構造ではあります。ヒールに入ったジャンプマンマークは一回り小さくするか、もしくはエンボス加工だけで色をつけないかにしてほしいところです。やはりジャンプマンを大きくするとカーメロのシグネチャーというよりはジョーダンシリーズの派生モデルのように感じてしまいます。とにかくバックスタイルの見た目が唯一無二で、バッシュとしての独特さ加減ではナイキのホームポジットシリーズやアディダスのコービー2、それから最近のジョーダンブランドだとウエストブルックのシグネチャー Y ノット01あたりと張り合うんではないでしょうか。バックスタイルはまるでスノボのブーツかのようです。ヒール部分に入った 1.5 の文字は少し判別しにくいですし、どうせなら当時のカーメロの背番号だった15を入れた方が良かった気がします。レースホールの数は6つと、ミッドカットの割には一般的なモデルより1つか2つ少ないです。この点も全体のシンプルさに付加されている気がしますが、ハトメの直径が気持ち大きいためにレースをギュッと締め上げても少しホールド感が弱いと感じました。ヒールは固定されるが、足の甲部分が若干甘めというバランスで、かつワイドはややゆったりめなので、トラクション群々の前に履き心地に癖があり、プレー用としての評価はどうしても低めになってしまうかと思います。パイロンミッドソール、そしてエアはフルレングスになっています。アウトソールのパターンは同心円を用いた80年代のようなこともあり、当時でも安定性にやや難があったと言わざるを得ません。現在ではプレイ用で使用する人もいないかと思いますが、これならジョーダン5や6の方が屋内のプレイ用としてもまだ使えるんじゃないでしょうか。プレイ用としてみると結構辛口コメントが続きますが、やはりこのデザインが好きなんですよね。配色によっては M3 同様に今後の復刻で待ち履きとして購入する可能性もあるでしょう。もともとカーメロのシグネチャー自体、その辺の店で売られてるようなものではなかったとはいえ、日本では街中で履いてる人を見たことは極端に少ないです。それでもまだメロ 1.5 こそはバスケの試合会場などでは履いてる人をそこそこ見かけましたが、それ以外のシグネチャーモデルはプレー用以外では私は見たことがありません。90年代なら別だったかと思いますが、やはり2000年代半ば以降となると、こういったデザインで待ち履きするのは抵抗が出てきた人も多かったのでしょう。また同じジョーダンブランドで何作も出ているクリス・ポールのシグネチャーに関しては、プレー用としても初代の CP3-1 と6だけは
若干見たことがあるという程度なので、少なくても日本ではセールス的に見るとカーメロ以上に厳しいんじゃないかと思いますが、どうなのでしょうか。まあこれもどこでも手に入るようなモデルじゃないことが大きいんですけども、日本ではなかなか履かれてませんよね。 CP3 のシグネチャーはあくまでデザイン的に見て、好きなモデルが一つもない残念な状況になっています。メロ 1.5 が初めて復刻されたタイミングに関しては、 NBA キャリア10年目の2013年からです。以降14年18年と繰り返されていますが、カーメロのシグネチャーの中では人気の高さがあるので、このモデルだけは今後も復刻され続けるかと思います。将来的にカーメロを知らない世代がメロ 1.5 を街中で履いてる姿を見れる時代も来るでしょう。以上、カーメロ・アンソニーのファーストシグネチャーモデルメロ 1.5 の紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。